五。指定は三人となった。なるほど長席そばに仕えてみると、夜頃一等祭は気難しい。前期の陰口は嘘ではない。朝、起きるから寝るまで小言である。歩き方がいけない、座り方が悪い。川屋の出入りから眠っている間でも寸分の油断はできない。時には大活を浴び、横顔へ平手を食う。ありがたい。 すべてこれ、主要でないものはない。天然は忠実に服して、あくまで死の心にかなおうと努めた。しかしその間にも彼として、時には死の人格に全く会議しないわけでもなかった。一世の権有う大随一と言っても、二とは下るまいと思われるほどな一等祭にも、貴阜同省何年もそばにいてみると、 性格的に全く短所も欠点もないというような人ではない。いな、むしろこういう一堂の達人にありがちな欠陥も多分に持っているのである。例えば、金銭などには構わないようでいながら案外細かい、道中の基地の量や十字機、わらじの台まで天然がいちいち記しているが、なぜこんな無駄をする <laughs> ささいな茶台の心付けの多少にまでやかましく言う。そうかと思うと、周遊中には、公明を聞いて、ところの諸公が指針を差し向け。上中へ参って、家中一同へ、一刀流なるものを見せてくれぬか。などと、霊物をもたらして、因銀に迎えても。わしは、芸者ではない。慰みに見るなら、余人を召されたがよろしい。 などと、にべなくそれをつっかえし、ん、然、物や黄金には目をくれない。そうじて、もんに対し、一種の白眼を持っている。見い、不気なところがある。酒を飲めば、ごうほ法、世の英雄をも知事のごとくにいい、一いの風雲じをも野心家の知れ物のごとくそしる。いわゆる、世に入れられない性格が、 自然、世に対してそう言わせるものらしい。元来従順な天然には正直死のそういう見解なところには好きになれないところもあった。けれど彼はひとたび死と仰いだからにはとそういう自分の性質に合わない点までも常に謹んで聞きりそめにもそれをもって死を軽んじるようなことはなかった。だが 兄弟子の前期となると、これは天然のように、死、その人に対して、最初からの考えが違っていた。俺は一刀流の因果さえもらえればいいんだ。一日も早く奥伝をもらって、一人前の武芸者として立ちたい。というのが、偽りのない願望であるから、死の人格というものには、逃げ的なものしか感じていないし、求めてもいないのである。で、 前期はよく陰口を囁ささいて。全然。お前はあまり固くなりすぎるよ。師匠の話も十年以上聞いていると、大概同じことを繰り返しているのさ。酒の魚に話すのだ。それをいちいちかしこまって、貴様のように恐れつっしんで聞いていた日にはたまらないぞ。と言ったりまた。師匠だって聖人君子じゃない。あんな顔していても、 以前はあれで、おなごにかけても、なかなか墨へ置けないところがあったものさ。と、聞きもしないことまで喋った。そして前期は、時折、死に対して示す不尊を、自ら理由づけている風でもあった。しかし、こう三人三様な性格が、一つになって、諸国を周遊して少しも生まなかったのは、それが単なる生活の方便ではなく、指定ともに、 武者修行としての道一つへ研磨を志していることに変わりはないからであった。死の一等祭としても、なおまだ事故の件もこれでいいとはしていない。達人の件はあくまでも磨き高められてゆく。しかしその反面、一等祭の肉体は年ごとに老いても見えてきた。前期はいよいよ早年期の たくましい下がりへかかって、その実力も鍛えを加え、また諸国の剣閣やその同償に人中の馬数を踏んで、吐き満々たるものがあった。いかにせん、年には勝てず老いてゆく達人と、また放っておいても、技も体も伸び揺れてゆく生命力に、いつかまんとなってゆくその弟子と、 天前はいつも心配そうに見比べながらついて歩いていた。彼も弟子ではあるが、常に荷持ちのお供であり、愛弟子というよりは、造ウ取りか馬鹿党のごとく、その兄弟子に古き使われていた。六。天前が死一等祭に着いた年は、広く天下を見ると、ちょうど橋場秀吉の中国軍が、 今やその攻略に竹縄なる頃だった。まもなく北方には、甲斐の竹田の没落が伝えられ、その年、夏の初めには、突如として本能寺の変が起こり、信長の死が、四角の色をも変えるほど、大きく世情を驚かした。凶慢、恐るべっしじゃ。信長もついに達しんでない。剣道から見るに、本能寺の一夜は、 全く、信長の油断に過ぎん。一室の油断は何から生じるか。さ、そこじゃよ。一等祭は例によって、セラン変天の姿を、あたかも道中の山水風物と同志して、霊国に批判する。不鎮攻防する英雄の道と、今自分の歩いている道とは、全く別個のものとしているのである。山崎の合戦、 静ヶ岳、小牧の駅。世長はしぶきを上げて移り変わってゆく。しかも、この指定の歩く道とその姿とは、七年経っても八年経っても変わっていなかった。天前が死してから丸九年目、指定は九州を一巡し、四国をへ、船で駿河に着き、しばらくの後、江戸へ入ってきた。 梅雨の不純な気候にあてられてか、伊藤一等斎は、たごで病みついてしまった。そこへ駿府から、徳川家の重臣が、彼の足跡を訪ねて追ってきた。何をだろう。前期はひどく、その重臣の訪問に気を使って言う。仙道の家に生まれたせいか、彼は今もって、官職、検問などに対して、妄廃的な庶民根性を持っている。 口では何かと大きなことばかり言いながら、りがあれば自分の生涯のうちにはそういう身分にごしてみたいという幼稚な望みを抱いていた。今江戸は海封創始の機運にあい、どこもかしこも埋め立てるやら、屋敷や町屋を建てるやら、また道路や橋工事などに誇り立って陰心を極めていた。秀忠の恐怖となすべく、 その大改築にあたり、江戸城には近頃、駿府から家康も来て差し続いているという。そういううちであった。先生、徳川家の真が何のお使いに参ったのですか前期はよほど気になるらしく、一等祭に二度も尋ねた。何でもない。一等祭は薬を飲む時のような顔して、 その顔を横に振る。数日経つと、北条泡の神がまた訪れた。泡の神は、秀忠の兵学師範をしている。この時も水談で、前期は何も聞けなかった。天然、お主は聞いたろう。茶を運んでいたから。いや、何も聞かぬ。嘘いえ、聞いたに違いない。泡の神は何しに来たのだ。師匠と、 どんな話をして帰ったのか。知らぬよ。しかし前期は天然の言葉まで本当にしない顔つきであった。七。一等歳はようやく病床を離れた。一夕ごとに歯の落ちてゆく晩秋の巨木に似ている。天然はこの土曜に向かって死の健康が暗示られた。 江戸の誇りは、まぐそくそうてたまらん。阿波の運命でも行こうか。指定三名、また黙々と旅へ出かけた。八九年も前は、一日に山や峰を踏み歩いても、十五六里から時には二十里も歩いた一等祭も、近頃は一日七八里も歩くと、天然、宿を取れ、と命じる。そこにも、 争われない死の老齢が思われた。下草の国へ入った。相馬氷の小金ヶ原に近い寺に泊まった。馬の威張りを嗅いで、農家の飲みに食われたり、下のかまどで炊く煙にいぶされながら、きちんの屋根蔵で寝るときよりも、寺に泊まって寝られる夜は、最も恵まれた晩である。折から小金ヶ原の野添には、 白い月が出ていたし、一等災も病を始めて。ああ、今宵は良い気持ちいい。と、心から夜の料みを楽しんでいた。そのうちに、前期に向かって、こよりを持っただけ、と、明治。また、天前に向かっては、少し前期と話したいことがあるから、お前は栗なと本堂へなりと言って、 少し、この座を遠慮しておれ。と、言う。いつになく、改まっている死の姿にも見えたので、天然は何事かと怪しみながらも、かしこまりました。と、素直にそこを去った。そして、栗へ行って、野草やご坊主を相手に話し込んだり、本堂で月を眺めたり、随分時を費やしてから、もうよかろうか。 死の部屋を伺ってみると、一等祭と前期とは、依然固く退座したまま、まだ何事か話し中であった。で、彼はまた、そっと戻って、是非なく、今度は外へ出た。そして、大きな藁屋根の上に受けた月を、突然と一人仰いでいた。すると、こうした静かな夜の死島を突然破って、 荒々しい大声がどこかで聞こえた。確かに法上の一室である。死の止まっている部屋あたりだ。よ。殻立ちの火器がその外を囲んでいる。天然は草履の音を忍ばせてその外へ駆け寄った。うちでは月の差す日差しの奥で前期が怒鳴っているのである。八。 ば、バカなことを、お言いなさい。いかに死であろうが、先生であろうが、はまりといえば、人をバカにしたお言葉だ。一体、この前期の、どこが悪いんです、どこが。ひどい声だ。凄まじい感情だ。もう平常の指定の例も一冊している。天前は、これは困った喧嘩であると、眉をひそめた。病後の一等祭の声にも、 少し完璧が加わっていた。だだっこを叱る父のように、たわけ者が、と強く知ったし、どこが悪いか、人に聞かねばわからぬほど、ソチ自身の具どんが、まだ気づかぬか。それも見えぬものに、なんで真の剣が見えよう。一刀流の極意の因果など、沙汰の限りである。断じて、ソチにはまだ許せない。 許してくれないものなら、仕方がないと諦めもしよう。だが、この前期よりずっと後に弟子入りした天然にそれを譲るから、さよう心得ろ口惜しくば、もっと励め。とは、一体何という、無慈悲無情な言葉だ弟子を愛すのが死ではないかその弟子を、もう19年も使えている弟子に、こんなひどい思いをさせてもよいのですか やかましい。そちの言うことは、いちいち理に外れておる。まるで知人のわめきだ。何知人だとどうせわしは知人でござる。それゆえ、徳川家へも、天然をご推挙になったのでしょうが。それでは、この前期、兄弟子として、世上へ表が立ちません。知者には、知者の一年がありますから、そう思ってください。一年とな。 それはいい方針だ。誓って弟弟,弟子の天仙に劣らぬよう、もう一度勉強し直すがいい。病でもこもって。く、そう、ば、馬鹿な。と、前期は牙を噛み、身を震わせて言い返した。先生、あなたのエコひいきな目を垂らしてあげるのです。あなたは、この前期が憎くて、天仙がお好きなのだ。けしからん片手をしだ。 前期は、り弟しですぞ。天然ごときに、劣るものではありませんぞ。だから、どうするというのか。いや。それよりも先生、もしこの前期が、天然と尋常に立ち会って、一頭のもとに彼を切り伏せたら、あなたはなんといたしますか。それから先に行かせてください。 月明かりを横にして膝を詰め寄せている前期の血相といったらない。すでに人の見境を失っているのであろう。左の手は刀に触れている。天仙は柿を破って入ろうか、このまま控えていようか。死の心も押し量りながら迷っていた。初代、ジローエモン以降。 自創の声がした。死の部屋に青い蚊帳が釣られ、やがて前期の影は縁図体に下がってゆく。天然が戻ってみた頃、前期もすでに眠っていた。天然も眠るしかない。しかし、兄弟子の寝返りうつのを、たびも知っていたほど、彼も寝づらい夜ではあった。夜が知らむ。まだ朝露の深い間に、この死体三人は、 もう昨夜の寺を出て先の旅へと黙々の道を歩いていた。今朝、寺の家計の水で起き抜けに顔を洗う時から前期の表には野来の感情が少しも拭われていないのみか、むしろ注け立っているような正気をすら、天然は密かに見ていた。夕べ彼が死と争ったことの内容は天然にもほぼ推察されていた。 それだけに彼としてもこの兄弟子に何となく気まずいものを覚えずにいられない。自然、腫れ物にでも触るような無口が続く。死の野五郎一等祭も今日ばかりは少し常と様子が違う。察するに胸の中でギャライの問題をいかに解決すべきか。死としてまた人間としてさらに法ずる剣道の上から見て。 前期と天前と二人の弟子の将来に並々ならぬ苦問を抱いているらしく思われる。日は高くなる。草も乾く。今日も激しい土曜デリだった。死亡者暗黒も続いているかと思われる小金ヶ原の果てなきの道を、こう三人は臭い切れのような胸を抱いて歩いた。広川や、切れぬわらじの板となる。 誰やらの雲も忍ばれて、足の裏すら厚かった。一等彩は、不と杖を止め、一打の白雲を仰いでいたが、この時もう彼の考えは決まっていたもののごとく、前期と天前を帰り見て、二人とも待て、ちと話がある。と、傘の尾をほどいた。役がごとき炎天のもと、壁落の実報、きちきち、 きちきちと、青い虫の飛び交うほか、旅人の影一つない真昼だった。二。一等彩は道の傍らに大きな石を見出し、汗を拭ってそれへ腰をかけた。弟子の二人は二十歩ほど彼方に命じられたまま佇んでいる。まず先に。前期。 ご礼参れ、と呼んだ。前期は大股に歩いてくれと彼の前に突っ立った。一等祭はその比例に瀕縮し,したが、今はその比例を咎める気にもならないように。余禅の希望を叶えて使わす。望み通りここで天禅と立ち会うがよい。お主が肩はここに携えておる亀割の刀、伝書、愛添えて措置に譲ろう。 この二品をもって、宝城、アードの訪れ、幕府へのご推挙を仰ぐとも、また一刀流を称して、他の一家を構えようとも、志通りにいたせ。と、言い渡し、重ねて、よろしいか、と、念を押した。前期は、そう聞いてから、急にひざまずいた。自分の意志が入れられたし、死の言葉に、親切も感じられたからである。 そして、天然との勝負については、何のり漁なく、勝つものと決めているらしかった。ありがとう存じまする。お見届けください。名通して、元のところへ引き下がった。次にまた、一等祭は、天然、これへい、と差し招いた。天然は、死の膝元に座って、両手をついた。彼方から、 前期がじっと見ている。一等歳は前期へ言い渡した言葉を、彼へもそのまま繰り返したに過ぎない。ただし彼に対しては、その唐突を気の毒がるように、別にこれだけのことは言い出した。好むことではない。何分にも前期の害はわしにも溜めきれん。読んどくろなく希望を入れたわけだ。故にその方としては、兄でしたりとも、 元、新尺に及ばぬ。修行の伝月は彼よりも浅いが、視力を尽くして立ち会え。おそらく、技においては、そちは到底、前期の敵ではあるまい。及ばぬこと遠いとわしは見る。しかし、剣道の誠は、技や、作り構えでないことぐらい、まんまん、も介護しておるはず。やも、見苦しい負けは取るまい。しかと、 腹を据えていたせよ。追いつけとありますれば。かしこまりました。天神も立って元の位置まで戻った。一等彩は腰掛けている石から離れず、彼自身また石にかしたかのようにじっと二人の弟子を見比べていた。三。聞いたか、天賛。と、前期は 川田すきをあやなしながら、哀れむように天然へ言う。受けたまりました。兄でしながら、白髪とあれば、ご礎は致しかねる。ごめんご。よしよし。せめて前期の髪の毛一筋なりと、切って死ぬ気で書かれ。天然、早く支度しろ。よろしいのです。何支度には及びません。いつでも。よいと言ったの 右の肘頭が前期の顔半分を隠した。かを握ったのである。身を斜めにして。風を呼ぶかのように前期が、うむと、宙の木を飲んだ。そして最後ちから闘身が走り出すこと、まだ半ばのうちに、天然から、いざと、凄まじい気を吹いて、はや人たち先へ振り込んだので、前期はばっとかかとを引き、さらにまた相手の栄砲を避けて、 二度まで後へ飛び下がってから、初めてギラッと鞘の内から焼けている大きな刀を引き抜いた。愛成願というのか、彼も中断天然も中断に構えた。そして、二人の切っ先から切っ先までの間は、十歩も離れていた。いずれから、にじり寄るともなく、その十歩が七歩となり、五歩となり、三歩となり。 はや、あい、ふれ合うばかりに見えたとき、石の上から突然腰を上げて、一等彩が退活した。天然かったりそのまま、亀を歩きで、真っ二つにしてしまえ。言葉のうちに天然は、懐を開けて、大上段に振りかぶっていた。この際、前期としては、スケール許があったはずだが、一等彩の声に驚いて、感情をかき乱され、気を失っていた刹那。 ほとんど無造作と言ってよいほど、自らの奮血の中に二言とも言わず、カルタケ割に切り伏せられていた。むしろ呆然たる姿は、ただ一頭に彼を切った三子神天聖の姿だった。切っ先下がりに精一杯、相手を両断したままの姿を、その刀、その構え、その足までを少しも崩すことなく、 いつまでもじっとそのままに思考していた。自分にないとしていた力が自分から出たのである。それは図らずも描けた新品の名画に似ている。どうして描けたか、よく自分に意識づけて一つの誤入としておかないことには、平常に帰って再びこの新品が描けるか否か、自分のものでも自信することができないだろう。 天然は正しく事故の件に闘遂したのだと言ってよい。涙がにじみ出てならなかった。今日以降、一個の剣人たることを天地から許されたかのような心地である。とぞめをさせ。後ろから一等祭に言われるまで天然の死死は土から生えたようになっていた。しかし、会えなき兄弟子の姿を見ると、 とどめまでは差し得なかった。前期はなお手足をピクピクさせているのだ。どうしても忍びがたい。わしに行かせ。と、一等歳は天仙の刀を取った。天仙は鞘ぐるみ、死の手に預けた。一等歳は断末の前期をしげしげと眺めて。不便になると、かくなり外るように、所詮は生まれついておる男じゃった。 助かるべくもないかで、せめて、こういたしてやるが、死の慈悲よ。と、刀の切っ先をもって、一えぐり与え、さて、天仙に向かっては。忘れるなよ、天仙。いかなる上手になろうとも、前期のごとく満じては、その終わり、必ず核のごときものじゃ。おえばわしも、一代に大きな過失を一つした。それは、並ぶべからざるたちのものに。 我が憲法を並ばせたことじゃ。兄、前期の罪とのみ言えおや。前期を許せ。一等債は左の手で白髪交じりの元取りの根を掴んだ。そして右手の刃でプツと切り、前期の胸の上に投げた。そしてその刀は自分の腰に収め、自分の腰に刺していた刀を取って天然に与えた。 これはどういうゆかりから起こった名か、亀割の刀と呼ばれ、期体な名刀と知っているので、死せる前期も金がね、師匠が死んだら俺のものと、一人決めにしていたほどの刀だった。それと、伝書等を合わせて、天前に送り。さらば今日が、指定の別れと相なった。そちは江戸へ戻って、北条殿を訪れよう。一切何事も。 阿ど殿がお心へある。何わしか入道一等祭の行く先はいくらでもある。何の地元の世間に限ろうぞ。案ずるな。おさらば、おさらば。お江戸もおわせず、もとを振り払って、一等祭は、どぞらの空の白雲のように、いずこともなく一人去ってしまった。 以来、この人についての消息はない。世間にも伝わらず、天然の耳にすら、聞くことがなかった。4. 天然がそのせい、巫女神氏を変えて、おの姓になったのは、死、一等祭と別れ、北条天の神の圧戦で、幕府へ六死するようになってから後である。同時に名も改めて、 次郎右衛門忠明と名乗り、神田・餅の木坂に屋敷及び道場を賜り、地六三百国ぐらいであった。将軍家師範の家としては、すでに野牛家があり、価格待遇も、甚だ彼よりは高い。とはいえ、仮染めにも、小野次郎右衛門を、その自席に登用したことは、けらしい矢に、意見ならかしむる意味で、上阿波の神その他の幕臣にしてみれば、 かなりな油断と破格を示したものであった。その時、二郎右衛門の年はもまだ壮年だったから、修行中、阿波の泉軍に残してあった道母も、やがて彼の心底に迎えられたであろうし、以降、いよいよ道に研鑽し、方向にも熱い我が子の将来を見届けて、安らけく終わったであろうことも想像される。また、 一説には、次郎園忠明のただなる字は、二大将軍の秀忠から賜ったものであるとも言われているから、もって彼が将軍家から承認されていたこともわかる。おそらくこの説は本当であろう。すでに将軍家が秀忠と名乗っているのに、彼がおのずからその忠を勝手に用いるはずがない。 たとえ将軍家の方が後から唱える場合でも、進化は遠慮と称して文字を改めたものである。しかるに、忠明は没するまで、忠明で通している。五。これは忠明が六子の後か、その前の御子神時代のことか定かでないが、薩摩に一話を残している。 彼が薩摩へ行くと、その著名を聞いて、土地の瀬戸口備前なる喧嘩が、一石、お迎えもしたいが、と、使いを持って招いた。約束の夕べ瀬戸口の屋敷へ臨むと、十坪ばかりの道場に、弟子たち大勢が控えていた。そして、忠明が奥へ通ろうとする足元から、不意に群がり立って、総勢して切りつけた。かかることもあるべし。 予期していたかのごとく、ただあきは、慌てず、ひるまず、身辺のものを蹴倒し、踏みつぶし、一刀を抜き払うや、獅子のように投げ回って、狭い道場をたちまち天井まで、くれないにしてしまった。死骸となって、床に伏す者はじめ、深手を追い、埋めきはう者四人。あとは皆、逃げ散ってしまった。ご案内の陣は、いかがなされた、と、呼ばわりながら、 ただきは、なおも、奥へ入っていった。すると一説に、赤い広袖を着た人物が、総発の頭を下げ、大将を前へ差し出して。微善でござる。痕跡の戯れは、全く門人どもの死。平に、お許しを、平に。とばかり、百遍も高騰して、詫び入った。表の人は、これでしたが一生を残して、 ただあきは帰った。即日、国外へ去るべく参道へかかると、林って先回りしていた数十名の者が、呪貨総員、思い思いなところから立ち現れて彼を阻んだ。もちろん手あり、立ち、薙刀など、武器も様々であった。そのうちに、一名の主練の立ちすくれた男が、鍵ありを振るって、ただあきの片袖を絡み取った。 たらあきは、絡まれたたもとの上から、槍を掴み、手元へ踊り込んで、そのものを一冊に切った。ぎゃっと、抜けぞった時、その表に、思い出されるものがあった。おそらくは、死亡者か。これを見ると、世の者は、もろくも散って逃げ去った。人はって、後にたらあきに問うと、いくら一時に、大勢してかかってきても、 衆も結局一人に過ぎない。衆に出会って敵は我の何十倍に当たるなどと思うことが破れであると答えた。戦闘に当たっては一人も一、衆も一なりというその理を解いてはまたこう言った。例えば敵万人かかり来たるとも一個の我が身辺へ近づける者はせいぜい全個を囲んでも八人を譲ることはない。 さらに各敵が二尺以上の達をもろ手に振って使うとなれば、なおその感覚は極限されるし、また各人の我に切りつけてくる達にも必然、早いのと遅いのがある。こうつまみらかに見てくると、八人の数は半分も動けず、その半分から我に触れてくる喫先に至っては、やっと一人が蝉の山である。 故に肝を据えて、こちらがその一人一人を生しさえすれば、別段何ということもない。それからまた、大勢の敵を悩ますには、その多数性をこちらの理にとって、彼の混乱を促せばいい。自分一人というものほど、統率がよく取れて、混雑しないものはないからな。今しむべきは、衆に対して、いたずらに虚勢を張り、 大勢の力を求めて、我の一箇所へ集中させることだけだ。六。一刀流、三祖伝に伝えていう。ある折、同色の野牛田島の神が、小野の殿の剣を一見したいと求めたことがある。かしこまった。と、日置氏し、忠明の方から野牛邸へ出向いた。 この日、十兵,兵衛ミスト氏もおり、おいのヤギ兵庫も待ち、他、ヤギュの四高速といわれる、木村助九郎、村田与ぞ、出口平八、正田バグベなども皆居合わせて。まず、私から、と、ヤギ十兵衛が初めに立った。彼は田島の神の長子で、父に勝る者という世評すらあったが、立ち会うと長ばにして、 まことにお見事です。我が家の水月のちを祖父赤衆祭のお姿に見るままな心地がいたしました。勃券を下に置いて下がってしまった。さらば、と、兵庫が立ちかけるのを、ただあきは嫌と押しとらめて。今日、田島殿からお求めを受けたのは、こちらのご子息やご門化のちを一覧の上、忌憚なきご評なども伺いたいとの御意であった。 さふとのことなれば、一人一人に、次議申すよりは、一度に拝見いたした方がよいと思う。と、言ったので、それがやや不損に聞こえたのであろう。四高速は色めき立って、おのおの勃んを手にして立った。兵庫は控えて、傍らより見学いたしておれ。と、田島の神は、特に彼を避けさせた。避けえないところの殺気を、すぐ。 感じたからである。けれど結果はあっけなく終わった。四人が汗してかかっても、ついにたらあきに、勃権の先も触れることができなかったのである。奥へ生じて、年頃に寒滞した。シュシュ、たらあきの表を聞いた。やがて客は、涼やかに立ち返っていったが、その後で、十兵衛が、四人でかかった時はどうだった、と尋ねると、 四高速とも皆口を揃えて、ただ水を切り、雲を払うような気がするのみでした。どうしても敵の骨身に入っていなければならないと思われるちも、一瞬ごとに巨、また巨です。その巨に疲れたように、こちらの頭が疲れた時、ただ木殿のちがいつの間にか自分に来ているというわけですな。田島の神もそばにあって、 要は、どうかして、ただあきの眼差しが、どこへついているかを見極めようと見ていたが、ちょうど、かげろを追っているようなもので、どうしても彼の瞳のつけどころを、的確に見極めることができなかった。と、共に感じていたという。七。小野ただあきと、野牛田島の神とは、 同じ将軍家師範の職にあったため、対立的に見られ、他にいろいろ別説もあるが、多くは信じるに足らない。天前が一人、江戸に出た時、噂を聞いて野牛家を訪ね、その不敵を起こる田島の神に対し、燃え捨ての薪を持って、彼の流名と誇りとを恥ずかしめて帰ったというごとき。また、それを聞いた大久保彦左衛門が、 急遽途上して将軍秀忠に忠明を推薦したというごとき。皆それに類する公説といえよう。けれど両家とも同じ剣を持って同じ職に仕えていたことだから、道を磨く上において談合上の研究的な試合などはあったとみても当然である。その意味で一刀流三素伝の伝えている 彼と野牛の皇帝たちの試合は、ある程度まで信じていいことかと考えられる。その記載によれば、なお、その後、十兵衛三吉は、ただきの剣の幻妙に深く感じ、父の門人、村田与蔵を伴って、持ち抜き坂の彼の道場を訪れ。先ごろは、誠に失礼いたした。帰り見て。 感慨に耐えないものがあります。どうか、我が家の流法について、長短全学の故障ご忌憚なく批評し、また、教えを仰ぎたい。その代わりに、野牛流について、何ぞご質疑やりたい義でもあれば、家の秘宝とか、送電街に限るなどという協僚は申さず、どんなことでも、お答えつかまつる所存でござる。と、胸を割って、 親しく話し入れたという。そこで忠明は喜んで、事故の感想、また見解を悲劇し、十兵衛三吉も、家の流法の非とする点まで打ち語って、相互共に悟るところ多く、十兵衛の剣も、忠明の剣も、以来、いよいよ生命に入ることを得たということである。方向の道も一つであり、磨く道も一つである以上、 こうした総合研究を望むことは確かに両家の態度であったに違いない。それを対立的に見て噛み合わすような風説をこしらえたのは両家以外の世間であったろう。当時の一般剣術者の仲間などにはことに何のかのといろいろに取り沙汰されていたに違いない。八。全く 計略形成の武将と見られる徳川家康すら、その若年にも中年にも個人的修行の一つとして、剣は学んでいた。姉川の合戦の時だ。旗本奥平九八郎が敵の名だたる者の首二級を得て、実験に備えた。家康は九八郎の若年にしては、衰たる大公と委託所要して。何時は平勢。 誰に剣を学んでいるか、と尋ねた。そこで九八郎が、奥山流という東方を少しばかり学び申した、と答えると、イ康ス、膝を打って、それは定めし、休暇祭というものであろう。今はソチの家の客心となっておる。自分も年少の時から彼に剣法を授けられたものであるが、近頃は先人の軍部に忙しく、 まことにその道も怠っていたが、やがて今度鬼神の上は、一度ぜひ、旧華祭を連れて浜松へ見えよ、と懐かしそうに言ったという。この旧華祭というのは、奥平氏の一族で、孫七郎君重といい、県は、上泉伊勢の神の門流を組み、新陰流の王妃に達して、さらに、三河の国奥山明神に賛同して、 事故の鉄理を発明し、以降自ら唱えて奥山流と言っていた人である。家康はなおその家中にも有馬大善という見学を召し抱えていた。大善は神道流をもって久しく家康に手を取って師範していたが、その着流の耐えたため、後に家康はその孫の有馬武前に加盟を継がせ、一族を、 奇襲家に転職させている。これらの意持は、家康も剣道を学んだという霊章によく語られている場合が多い。二代の江戸将軍家たる秀忠は、家康以上、剣馬の行には熱心だった。当時ようやく剣道の進化が認められ、また剣と人生、剣と武士道が並行的に磨き上げられてきた時代である。 いわゆる、一見天下を実す、と、当時に評語されたように、剣の鉄理と警告の道、すなわち政治性との関わりなども深く考えられていた。そして、将軍家自身の熱心な実践と衝動も大きな素因となって、指導の名人達人は、まさにこの時を、幼春の先駆けとして、排出した感がある。 学ぶ者が熱烈なので、自然、ヤギ家にしても、オノ家にしても、ウかウかはしていられない。で、そのヒデタダを対象として、ヤギ家は、ヤギ流の信条を持って、また、オノ家は、オノ・タラアその人の信念を持って、これに享受していたこともちろんであり、遺留同職、オノズから二家の教え方に、大きな創意があったことは否めない。 その総意を一口に言うと、野牛家は柔らかにまた多ように。小野家は愛を嫌い、率直に激しい稽古を特色とした。秀忠がある時、促進たちを相手に座談の上しきりと剣道上の理論を並べていると、忠明が後で、理論に賢くなって理論剣術の達者になられることは、 もっとも、禁物と申さねばなりません。とかく、剣の鉄理は、口先ではダメで、生死の境に立たないでは、何も言えるものではない。座上の兵法、畳の上の水蓮など、弁行の死にとっては、ちょうど良い芸当ですが、心ある者の目には、苦々しいものとしか見えません。こういう、直言をはばからない、小野たらあきは、 時によって苦言あまりに直進に過ぎ、年経つほどに将軍家からの気受けは次第によくなかったようである。9。真議のほどはわからないが、生病法の秀忠が余と場外へ出て刻意覆面し、婿の往来人を辻斬りして密かに楽しむというのを聞き、 ただあきがわざと彼の徘徊する堀端に夜行し、その切っていずるや、辞儀をあしらうごとく足元にねじ伏せ、こんこんこれを凝らして話したというような話すら残っているほどである。また、両国橋のたもとに、飛び入り剣術の小屋掛けがあった。現物人のうちに混じっていた次郎右衛門ただあきが、時折苦笑をするのを見て、 その工業者たる自称天下無双の標法者が、笑うからには腕に覚えがあるからだろう。これへ出て囚人の前で何がゆえに俺の剣術がおかしいかを実際に証拠立てろ。と、忠明へわみきかかった。忠明は心得たりとわざと大刀は門邸に預け、鉄線一つ携えて囚人監視の真ん中へ出ていた。 相手はもう太刀を抜いて振りかぶりながら待っている。見るからに目もくらみそうな大技者である。次郎右衛門忠明はその前に立って鉄線を差し向けると、その格好は何かそれが笑わずにいられるかと言ってまた笑った。何をと怒りに任せて大刀を振り落としたとき、どうしたのか天下無双の先生は、 片足を高く上げ、頭を低く血へつくようにと、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 三つ四つよろめいていた。工業人たちが驚いて抱き起こしてみると、鼻から血を流して混雑していた。現物人はわんわとばかり林立してている。しかし、しばし何もやまない喝采から、彼らが我に帰って見回したときには、 もう、二郎右衛門忠明の姿は、どこにも見当たらなかったとある。いつかこれが、将軍家の身に入ると、秀忠は、天下の思案たるべき者の漁の場でない、と、実況を命じられたという。前の辻斬りを凝らした話にも、秀忠の不況にあって、平門を命じられたということが、付随している。いずれが誠なりや、 無言なりや知れないが、とにかくこんな風に、野牛系の温調厚木に引き換え、小野家の方は、なんとなく、重んじられていなかった風が見える。十。晩年のこと。野牛田島の神の顔を見ると、次郎絵門忠明は、よく口癖のように。幾家のご子息にも、不詳のせがれにも、 もっともっと真剣の境地を悟らしめなければ、ついには型にのみ陥りましょう。死罪とする罪人の中から腕強き者を申し受け、それに真剣を持たせて歯向かわせ、切って捨てさせることを繰り返したなら、必ず良い修行になると思いますが、と、談合を仕掛けてきたが、田島の神はいつもその度に、いかにも、なるほど、なるほど。 共鳴して、広く挨拶が終わりよいが、決して実行するような気はなかったということである。こういうふうに、剣の激しい一面のみをもって、周身を見おじし、また将軍にもそのまま、羽びきの刀をもって、遠慮なしに稽古をつけたりした、斧一刀流は、自然、今で避けられ、二郎右衛門そのものの人間まで、知らず知らず遠ざけられて、 一人、ヤギ流のみが、将軍、お手直しの剣道として、世人にまで、勝備される風を作った。けだし、ヤギ流の本来とするところは、竜宗石州祭が、田島守、胸乗りの出布に際して、年頃に悟している通りに、殺人の剣たる中で、遅刻の剣、警告の剣として、家流の本師となし、 また方向の念頭性を。と、言うにあったので、一秀忠の剣技などは、下手でも上手でも、問題とはしなかったのである。だが、その天下一野牛流も、野牛の四代五代となっては、見る影もなく堕落している。肝心な流祖の精神はいつか失って、その温調になれ、生命におごり、生活に休んじ、 普段の磨きも忘れるに至ったからである。ただきの子、二代、小野次郎右衛門も、達人の聞こえが高かった。まず、父の名を、恥ずかしめない人と言えよう。長命で七十四年も生きたが、毎朝の稽古や素振りを死ぬまで怠らなかったなど、その人の並みならぬ心がけが伺われる。ただ一度、七日ほど、 朝の稽古をしなかったことがあるので、門人たちが不信があって、お体でもお悪いのですかと尋ねたところ、次郎右衛門は笑って、いや、体が悪ければなおやるよ。実は将軍家から7日ほど過ぎに、わしの剣をご覧になりたいというお出しが参ったからじゃ。と言った。その気持ちが門人たちにはなお消せないので。 近く、ご情乱の栄によくされるなら、なおさらその日までは、稽古をおあげみあってしかるべきに。お里を排したからおやめになるとは、どういうお考えなのですか重ねてたらすと、次郎右衛門はからからと笑って。さればよ、わしが十年二十年の稽古も、断るときの、ただ一日の備えでしかない。七日や八日の休稽古をして、 不くな怪我でもいたしたなら、かえって大なる不忠ではないか。そうじて、間際と相なっては、はや稽古の日ではない。むしろ、爪でも切ったり、髪などもすいて、その一日を涼やかに待つべきものだ。生涯の修練が、滞りなく失念なく、その場で、表し得るように。と、教えたということである。